2022年7月8日に安倍総理が銃撃される事件が起こり、それをきっかけに旧世界平和統一家庭連合に多くの批判が寄せられています。そんな中、天皇家も世界平和統一家庭連合との関係があったという情報があるのですが、一体どういうことなのでしょうか。今回は、そのことについて、解説していきます。さて、 最近ではマコさんが大山根津の名神寺教会というカルト教団に入信しているのではという噂が話題になっていましたが、上皇后美智子様も統一教会と関わりを持っておられたことが、週刊誌、女性自身によって暴露されてしまったようです。英国滞在の最終日、上皇様はご自身の初放映の日を振り返られ、次のように話しておられました。ほぼ60年前、 英国の対日感情が、決して良好とは言えなかった時代に、昭和天皇の名代として戴冠式に参列した私には、今日まで日英間に結ばれてきた強い絆に深い感慨を覚えます。これはひとえに皆さん法在留邦人が、英国の人々と共にたゆみなく相互理解と友好を培ってきた努力の現れと思います。時代の流れに合わせて、皇室や王室のあり方は変わっていくかもしれませんが、 長年にわたる信頼関係を築いてきた皇室と王室の友好関係は、これからも続いていくことでしょう。では、続いての記事に移ります。先日行われたエリザベス女王の国葬に参列された天皇皇后両陛下。しかし、秋篠宮ご夫妻は参列されませんでした。今回は、秋篠宮ご夫妻がエリザベス女王の国葬に出席できなかったわけが話題になっています。 一体どういうことなのでしょうか。その内容をお伝えしていきます。9月8日に、エリザベス女王が96歳で亡くなられました。そのことを受け、文書にて上皇ご夫妻はお気持ちを表明され、天皇皇后両陛下はエリザベス女王の国葬に出席されました。天皇皇后両陛下が、エリザベス女王の国葬に招待され、出席したことについてネット上では、 このような外交ができるのは皇室でも両陛下をはじめ、限られた方々。今回、両陛下に行っていただいたのは本当に良かった。他国の参列された方々を見ても、両陛下が適任だったと思います。天皇皇后両陛下がエリザベス葬儀に出席され、最高に良かったと思います。通訳なしの皇室外交も素晴らしいですが、 お二人の謙虚で真摯なお人柄が周りの人々を安心されなごませるのだと思います。令和時代が長く続き、愛子様に好意継承されますことを願います。天皇皇后両陛下が国際交流において素晴らしい立ち居振る舞いで、相手の信頼を得られることを確信していられることが日本人としての救い。両陛下の存在は日本人にとって本当に頼もしいものです。 皇室不要という方もいますが私はそうは思いません。令和の世が末永く続きますように。そしてどうか長子の愛子様が未来の日本をお守りくださいますように。といったコメントが多く見られました。一方で、次のような声も上がっていました。宮内庁は最初、国葬三列は某やけ夫妻で調整してたんですよね。金城天皇皇后両陛下だからこそできる国際親善ですね。 どの天皇皇后でもできる、ということではないと思います。あっち側の宮内庁長官も、今回の国葬参列で、国際親善のためには近城天皇皇后が最重要、ということがよく分かったのでは。参列をご利用ししていたらしい、次期天皇になる予定の防火では絶対に見られない姿。恥さらしになるだけだったね。こうした声が、国民からは上がっていたわけですが、 どうやら秋篠宮家は国葬参列にふさわしくないとはっきりと拒絶の申し出があったようです。ある政府関係者は、今回、英国政府と王室関係者から、天皇皇后に国葬参加の要請があった際に、宮内庁内部の秋篠宮家派の職員の中からは、将来天皇家となる秋篠宮ご一家も国葬に参加すべきといった意見が上がったようですが、そのことについて英国の政府関係者に伝えたところ、 はっきりとあの一家は女王の国葬の場にふさわしくないと拒絶されてしまったようですね。秋篠宮家に関しては昨年から繰り返し長女中黒真子さんの醜悪極まる結婚騒動や悠仁様の作文コンクールでの盗作問題などが世界中のメディアで報じられたのですがこうした騒動に関して欧州の王室の中にはまさに日本の皇室の汚店であると考える方も少なくないようです。 国が正式に女王の死を悼む国葬の場に、そのようなお騒がせ一家に参加されては困る、というのが、英国の政府関係者や王室関係者の総意ということなのでしょう。貴子様としても、今回の国葬に悠仁様を参加。貴子様は海外王室から出勤なのか。令和の天皇家は国際親善で大活躍している。天皇陛下と雅子様は共に英語が堪能であり、 通訳を介さず直接コミュニケーションを取る必要がある。マサコ様に至ってはフランス語やロシア語もこなされるという驚くべき語学力を誇っている。2019年5月に国賓として来日したトランプ大統領をして、マサコ様に、メラニアは大変皇后を尊敬していますを言わしめたほどである。また海外王室とも良好な関係を築かれており、まさに世界に誇る皇室という状況である。 一方で、秋篠宮家と海外王室の関係はどうであろうか。これがまた様々なエピソードを書かない。フィンランドを訪れた秋篠宮ご夫妻は、ヘルシンキから約90キロのフィスカルス村にある家具工房をわざわざ訪ねられ、新居の家具を発注された。日本からわざわざ買い付けに来たのか、と現地では話題になったらしい。このニュースについて、人々がどのように反応したか見ていきましょう。 1>, 1大統領夫妻との記念撮影で鬼子様がレッドカーペットから外される鬼子は英国でも夫婦もロトもレッドカーペットなし。乾燥芸者もなし。海外でも国内でも誰も相手にしてくれない寂しい限りの偽物宮夫婦。ご隠居夫婦は京都で何やら怪しい動きをしていたようで、有名な話。 日本のお宝を英米の業者を介してメトロポリタンなどに売り払うのか。マコがニューヨークで就職したのか否か不明ながらメトロポリタンに入り込む。なぜ、あのレベルの人間が入り込めたのか。仲介業者がいるらしいね。KK も同じこと。怪しい進学、怪しい就職、怪しい弁護士資格取得も。このような不都合な真実を書き込めば、ヤフーと同じく弾かれそう。 皇室新聞が未だに無事なのが不思議。事実を書けば誹謗中傷ですか。宮内庁、広報室は何してる血税の無駄遣いの存在。事実を明らかに。二。秋篠宮家饅頭や、まこさまケイ君クッキーなどが並ぶかと思うと、めまいがする。そんな怪しいものを製造販売しても大量に売れ残って大変なことになる。 せいぜい秋神社しか買わないだろう。皇后雅子様のお院浜ナスや、都市宮様のお院御用筒子、白や塩を、を型取った可愛らしく優美なお菓子なら飛ぶように売れるでしょうね。私も必ず手に入れます。3. 日本国内は全皇后と秋篠宮実父安案家による報道規制。報道捜査。ネット捜査。印象捜査。言論。 恐怖、弾圧。秋篠宮一家は実は、安在高益氏安在家の子孫であり皇族ですらない。狐子の羊。好意乗っ取りの野望達成のために男子産み分け出産。しかし不死は天皇の資格、天皇の落ち筋でない、も死室、天皇が務まらない、能力がない、もない。とうとう。知らぬは日本国民。 海外メディアや海外王室には知れ渡っています。嫌われているのは夫妻もにですよ。世界報道自由度ランキングで日本は71位。G7 加盟国中最下位。ちなみに台湾38位、韓国43位。要因は大企業の検閲とか。真っ先に思い浮かぶのは洗脳号と秋篠宮ジップ安在家のバックにある大企業です。全工号。 秋篠宮ジップと名指しされている安西隆之さん、秋篠宮夫妻、そして宮内庁までが聞こえないふりは、こう受け取られても仕方がありません。4大統領夫妻との記念撮影で、のりこ様がレッドカーペットから外されるという栄誉を賜った写真のキーコさん、体感式の行き帰りのスケスケ下着見せスーツと同じく、スカートが透けて太もものラインが見えているのでは黒はてなマーク。この記事は、 以前読んだことがあり、コピーしています。その記事の投稿の中に、マコヨシコさんは両親の戦利品の残りを学友にやって家来にしている、というのもありました。それから、小室かよしが宮内庁に、私はいつ御所に住めますか、と尋ねに行った時、手に持っていたピンクのエルメスのケリーバッグ、あれはキーコさんからせしめたものだという投稿もありました。動画を最後までご覧いただき、ありがとうございました。 今年は三年ぶりとなる新年一般参賀も行われ皇室に対する注目が集まっています。そんな中、天皇一家に対する声とは裏腹に秋篠宮家に対する風当たりは、ますます強くなっています。同じ両親から生まれたはずのお二人ですが、何が違うのか。今回は、ご結婚前、天皇陛下を見下す秋篠宮ご夫妻の衝撃発言についてご紹介していきます。 秋篠宮家について、宮内庁幹部からは、新年一般参賀で細かい仕草のミスが目立ち、秋篠宮殿下は呆然自筆とされており、深刻にあらずの状態でした。お酒の量もかなり多くなっているとのことでストレスが多く、貴子様とは家の中で喧嘩も絶えないそうです、という話が聞かれています。長女真子さんの結婚問題以降、秋篠宮家に対する批判の声が弱まることはありません。 マコさん夫妻が婚約内定会見を行った採用互いを太陽とガツといった表現をされ、一部の国民からは品縮を買いました。やはり地を分けた親子なのか、およそ30年前に行われた秋篠宮ご夫妻の婚約内定会でも、同様のことが起こりました。当時 3LDK のプリンセスと呼ばれていた紀子様。記者からの質問に対し、綾宮様は初恋の人でございます。 と発信され、多くの国民に強い印象を残しました。一方で、天皇ご一家の立ち居振る舞いは国民から多くの賞賛を受けていました。ネットニュースのコメント欄では、新年の上皇ご夫妻への挨拶の時、社内の雅子さまと愛子さまは、揃いの帽子とローブモンタンとドレス姿だった。一般参賀の時のローブモンタシとは、雅子さまはクリーム色のローブモンタンと 愛子さまはライトブルーのチャイナカラーのローブモンタンと袖とバックのファスナー部分はくるみボタンで飾っていた。次の2月23日の天皇誕生日の一般参賀ではどんなコーデが見られるのだろうか。愛子さまは大学を卒業すると公務に本格参加になる。新年の公書はじめの儀や歌会はじめ、宮中晩参会、園遊会と宮中行事参加機会も多くなる。 雅子様の過去のドレスを着回しすることもある。愛子様のドレスやスーツの着こなし術をもっと見てみたい。天皇皇后両陛下と愛子様は品の良さと知性と傘が内面から滲み出ていらして、お召し物も大変素敵でお姿を拝見するだけで幸せな気持ちになります。お一家からは言葉では表現できないくらい素敵なオーラが放たれていらっしゃり、 テレビ画面ではなく実物のお姿を拝見したらより一層オーラが感じられることと思います。といったコメントが多数書き込まれていました。愛子様にとって初のご出席でありながら多くの国民の心を動かした一般参賀だっただけに講師である秋篠宮さまが立ち位置を間違われたことは多くの批判を集めていました。秋篠宮さまが立ち位置を間違ってしまったために 結果的に愛子様が秋篠宮様を押しのけた形になったわけですが、どうやら貴子様は愛子様を責められたようです。ある宮内庁関係者は、実は愛子様が秋篠宮殿下を脇に押しのけられた際に貴子様は大変激怒されていたようです。そのため、押しのけられた殿下を再度中央に押し戻すように押し返されていたのですね。結局、殿下は右往左往したまま、 愛子様を押し返されるようなことはなかったのですが、結果として、確かに秋篠宮ご一家が脇に押しのけられるような形になってしまったのは事実です。とはいえ、このような立ち位置になってしまった原因も元をたどれば、道子様が無理やり、一般参賀に出席されることを希望され、上皇陛下とともに、無理を言って強引にお出ましになられたことが大きいのですけどね。おそらく、最も気の毒だったのは過去様でしょう。 過去様の姿は一部、窓枠に遮られてしまい。半参ガに訪れた国民の中には、過去様のお姿をよく眺めることができなかった方も多かったようです。また、紀子様は、一般参ガを終えた後にも、愛子様への怒りが収まらず、孔子職らの前で一体、あの小娘は、何のつもりで私たちを端に追いやったのちょっと国民から人気があるからといって調子に乗ってるんじゃないわよ。 うちのよしこの方がずっと美人じゃない。あの子の人気もなる人が東大に入るまでのちょっとした盛り上がりでしかないわ、などと言いたい放題に暴言を吐かれていたよう。久人様に好意継承させるべきなのか。宮内庁幹部衝撃告白、女帝誕生への注目。久人様に好意継承させるべきなのか。久人様の好意継承に関する意見とメディア報道。最近、 秋篠宮家の信用低下や愛子様への国民の熱烈な支持により、皇位継承問題が注目されています。の子子様を支持する評論家やメディアからは、悠仁様に皇位を継がせるべきだという記事が相次いで配信されています。漫画家の里中町子さんは、男系男子優先の原則を変えず、悠仁様がいることで継承の危機はそれほど深刻ではないと述べています。彼女は、 男系男子優先の歴史が1700年にわたって続いてきたことを指摘し、歴史を変える必要はないと主張しています。彼女はまた、女性天皇や女系天皇に関する議論は、後継者である悠人様が存在する現状において不適切ではないかとも考えています。現代の常識だけで歴史を変えることは疑問であり、感情論による議論は避けるべきだと述べています。 では、このニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。1。天皇は天皇の落ち筋です。秋篠一家は安在高行氏の子孫一家なら皇族ですらない。安在高行氏の子孫が天皇になれるはずがない。そして皇室は国民の血税で成り立っています。偽物皇族の皇室居座りは秋篠が口にした憲法に違反します。 直ちに皇室から出て行きなさい十貫担夫二。2. 宮内庁という役所の存続を考えたら、秋篠宮家がこれだけ国民から憎悪されるに至って、保険を考え始めたり、実際に秋篠宮家に嫌気がさしたり、いや、もともと天皇家に忠誠心のあるグループもあるだろうし。三。私も同意です。その昔里中さんの漫画ファンとして様々読んできましたが、 そういう考えの方だったのか、とがっかりです。確か卑弥呼を題材にした作品とかなかったですかもっと広い視野の方かなと思ってました。あのズル君を見て天皇にふさわしいと、彼本人の性格はいまいちわかりませんが、闇妬みからいじめをする親ですよ。子は親を見ています。ましてズル君は親しか見ていない環境でしょう。 そんな子が国民に寄り添い象徴になるだなんて、無理。四。次世代の継承者として暫定二位がいるから深刻な事態ではないという考え、暫定応援団がよく使う言い訳ですが、聞くたびに驚きと呆れを感じます。暫定二位がいるからさと放置しているうちに、女性皇族は結婚で消えますよ。それを拒み見込んで皇室に留まることを選んでくださったところで、 お子様はできませんから次世代は増えません。一人ポツンと残った暫定2位が結婚できなかったら。できたとして、子が生まれなかったら。女児しか生まれなかったら、暫定2位の次はいないから女性、女系でいいよと変えますか直系を絶やしてでも無理に続けた男系男子継承の結果がそれで、国民が納得するとでも。それともその時に慌てて旧宮家を復活させますか そんなピンチヒッターが、海外と皇室外交で絆を結ぶことができますか次世代が暫定に意思しかいないは、すぐに取り組むべき緊急事態です。感情論で議論しているのは、天皇は男系男子だから女じゃダメなの、の一点張りの暫定応援団です。暫定一回の憲法官から都み宮殿下立体士を望むのは下品、見たく書いてますが、仮にも正当な暫定行為継承者が、 下々の下品な意見で直天皇たる器なしと判断されていることについて何も思うところはないのでしょうか。なぜそんな下品なことを暫定一家がされるのか、そこを無視して暫定様が直天皇なのなんて国民は納得しませんよ。五日常生活もトイレすら無理で皇族とか天皇とかいうこと自体間違っている。教育係が風俗馬場で誘拐未遂事件もあった。 名前すら書くのも不自由で会話も交流も無理。親も非常識で英国で大失態を晒し追い払われ見下されて恥さらした。盗作に武道泥棒は永遠に残る犯罪者とした。動画を最後までご覧いただき、ありがとうございました。皆さんのご意見や感想をコメントしていただけると嬉しいです。また、もしよろしければ、評価もお願いします。次回の動画でお会いしましょう。 ありがとうございました。の子こさまの圧力により、久仁さま入学反対の東大講師が突然リストラ。不当解雇の訴えも聞き入れられず、驚きの真相が明らかに。久仁さま東大入学に黄色信号。秋篠宮家の長男久仁さま、東大入学に暗雲。の子こさまの悲願をめぐる激論が勃発。今年の4月、 秋篠宮家の長男悠仁さまが筑波大学附属高校に入学し、来年度には大学入試を控えています。その悠仁さまの東大入学について、の子さまは皇室史上初の東大出身天皇を目指し、推薦入試での合格を狙っていると噂されています。しかし、現在、悠仁さまの東大入学に反対する声が広がっています。特に、話題となっているのは、 最近の週刊女性の記事です。その記事は、久人様、のり様悲願の史上初、東大卒の天皇陛下に暗雲。学問の自由を侵害する恐れ、自治を重んじる東京大学への入学は、現実的ではない、というタイトルで、かなり批判的な内容となっています。では、このニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。秋篠一家は一般人安在高駅氏の子孫一家。 皇族ですらない。大学側も承知しているはず。これが事実なら全皇后、秋篠宮ジップ安在家は政府、宮内庁、日本メディアだけでなく、教育の場まで支配しているということですかびっくりマーク。日本は国民の知らぬ間に全皇后と秋篠宮ジップ安在家偽物皇族一家の独裁国家になっているということですかびっくりマーク。のりこ、なんでそんなに東大に関わるの ゆうくんの能力では、毎日の講義はちんぷんかんぷん。ただ座っているだけだ。それでも四年経ったら、何時ものあんたの手で卒業、としてしまうの東大史上初の中身完全空っぽ卒業生の誕生だ。最近、久の通学写真はもちろん、成績についても地区府に通っているのかさえ何も聞かないが、どうなっているのだろう